はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のゲームコレクター酒館の芸能人ゲームチャレンジ、エコヘコアザラク2回目。前回オープニングというかデモムービーしか出てない気がするんだけど、まあまあいいや。はい、リセット。あ、でもあれか、一応キャラクターのね、立ち絵みたいなのが出てくる、あれは一応役者さんなんで、まあ芸能人ゲームといえば芸能人ゲームでした。はい、まあそんな感じでね、まあ、前回はバッドエンドだったんでね、ちょっとそこをどうにか切り抜けていかないといけないんですけど、いやー、まあ安心しますね、プレステ1のゲームはね。さっさと始めちゃいましょう。はい、今日は急いで、今日終わりにしたいな、できれば。明日から違うゲームやりたいな。でもこっから頑張れるかな。ということで、前回 A ばっか選んでた、 A だけ、1だけ、あの一番上だけ選んでたんだけど、今回は変えます。第3章悪夢。私はゆっくりと目を開けた。壁に叩きつけられた衝撃で気を失っていたらしい。全て夢であってほしかった。しかし学校内には血の匂いが立ち込めていた。すでに6人もの命が失われている。渡辺千恵、池野雄太、小沢由佳、松本玲子、阿部信弘、高田圭、みんなただの高校生だった。好きな人のことを話し、つまらないことで喧嘩し、進路のことで悩む普通の生活を送っていたし、僕にはどんな人物だったかいまいちイメージがつかない。靴とかね。倒れた子はちょっと顔の表情あったか。うん、そんなみんなを怒りを気力に変え、私は立ち上がった。あいつは、私は偽物がいた場所に目を向けたが、そこには誰もいない。だがそこには、これは手に取ると、それは柔術に使う身代わり人形だった。そしてその頭には髪の毛が、おそらく私の髪、いつの間に、誰が、水野で、水野、それを調べるにはタロットが必要だった。渡辺さんから預かっていたタロットカードを取り出した。足りない、何枚か落としてしまったらしい。仕方ない、これでやるしかない。私はタロットを逆十字に配り、そんな中心にさっきの身代わり人形を置いた。東方の主を、西方の主を、南方の主を、北方の主を、この人型に宿りし魂を、その創造せし者へと送りたまえ、その創造せし者のもとへと導きたまえ、これは物に宿る残留思念をたどる術だ。だが、カードが足りないせいか、確定が難しい。知恵と死者、それは死者に尋ねろというメッセージなのか。ここで違う人を選ばないといけないのかな。倉橋さんと進藤君はまだ気絶したままだ。あの術を使うなら雑念が入らない方がいい。二人を残していくのは心配だったが、私は意を決して立ち上がった。三人ぐらいから死者を選んだっけ。あの術、人間を死の直前に受けた呪いの光景を呼び戻す禁断の儀式、それは黄泉の記憶と呼ばれていた。まず死者を選ばなくてはならない。私は高田君、池野君、高田君、池野君、池野くんって先に倒れてた子だよね。池野くんにしてみよっか。池野くんあれでしょ、放送室かなんかに倒れてた子でしょ。池野くんを調べることにした。放送室に近づくと異様な匂いがわずかに漂ってきた。刺繍とは違うようだわ。池野くんはまた足しか登場してくれなかった。暗い部屋の中で静かに横たわっていた。その姿に特に変わったところはない。おかしな言い方だが、間違いなく普通の死体だった。
とにかく黄泉の記憶を試してみよう。私は彼の額に手をかざして強く念じた。イエスラーイムテスダビアマセ、ま、メスラセムテスタビディア、何時その無念を示せ。なんだこれ、なんだこれ、キモい、キモいけど、なんだこれ。これが池野くんの詩。イメージ的なものが強すぎてよくはわからないが、ありきたりの死に方ではないことだけがわかる。結局何も得るものはなかった。じゃあ高田くんかなんかの見た方がよかったのかな。私はその場を去ることにした。階段の方から呼ぶ声がする。黒井さん。振り返ると進藤くんだった。大丈夫？なんか手伝おうか？ありがとう。倉橋さんは？あ、おかえりと、やってきた倉橋さんも笑顔を見せた。大丈夫？帰りが遅いから心配してたのよ。あ、ありがとう。おかしい。二人とも妙に明るい。表情が明るすぎるのだ。これ前回と同じ展開だ。ここいや、それとも私のさっきのショックが何か影響しているのだろうか。黒石さん、用事は済んだんだろう？進藤君に言われて私は思った。みんな一体どうしちゃったの？思わず戸惑いが口についてしまった。いや、ごめんごめん。実はね、帰りに黒井さんの歓迎会を開こうと話があったのさ。もう進藤君のせいでバレちゃったじゃない。戸惑う私を二人は玄関に促した。あら、黒井さんどこに行ってたの？俺たち探したんだぜ。一体どういうこと？死んだはずの小沢さん、池野くん、高田くん、そして松本さんが現れたのだ。みんな何もなかったように私に話しかける。だって池野くんの死体ってか足しか出演してないのにね。こっちでまた出てきたのか。今までのみんな夢なの？私の戸惑いをよそにみんなを普段と同じ様子で靴を履き替え始めた。でも信じられない。ごめん黒井さん、まだ怒ってる？進藤くんがすまなそうな屈託のない笑顔を見せる。私は思った。 これが現実は、なんか その瞬間にバッドエンドな気がするんだよな。騙されてはいけない。そうだ、一人になればなんとかなるかも。私はそう考えた。進藤くん。出て行こうとする進藤くんたちに思い切って声かけた。私ちょっと忘れ物してきちゃったの。忘れ物って？え？何を忘れたの？それは、私はとっさにこう答えた。職員室に転入書類を。職員室に転入書類を。あれ、だってさっき職員室行ったけど鍵かかってたぜ。あ、これダメなんだ。意外そうな顔をして言う。多分先生たちも帰っちゃったんだよ。明日でも大丈夫さ。ね、帰ろうし黒井さん。あ、やばいこれ。そう言って玄関のドアを開けようとした。するとドアは何事もなかったように開いたのだ。鍵がかかっていたはずなのに。やはりこれは罠だわ。そう直感した私は何食わぬ顔で、そうね、明日にするわと言って彼らの後ろについていった。雨も小降りになったみたいよ。ラッキー、俺駅からチャリだったからさ。そんな屈託のない会話をしながらみんなが順番に出ていく。私は靴を履くふりをしながらあるタイミングを見計らっていた。あと二人、あと一人。早くおいでよ黒井さん。進藤くんがドアを押さえるために残っていた。こうなったらやるしかない。私は勢いをつけて進藤くんにタックルした。うわっ。押し出された進藤くんはその反動でドア付近にいたみんなの中に倒れ込んだ。私は扉を閉め鍵をかけた。みんなものすごい勢いでそのドアに殺到していた。してきた。何すんだよ黒井さん。困惑と怒りをあらわにしてみんなは口々に大声を上げ始める。しかしその叫びはやがてまがまがしい呪いの言葉になっていく。思った通りだわ。扉の向こうにいるのはもはや人間の姿をしていなかった。あの人形たちがその正体だったのだ。お前の血を捧げてやる。うがががが。
雨が彼らの体を溶かしていく。彼らの顔は醜く溶け崩れ、それでも彼らはその体が消滅するまで呪いの言葉を繰り返していた。なるほどね、タロットカード関係なかったんだね全然。あれ、そうですか、これでもしかして3章終わり。あ、今日クリアできるかもしれないね、わかんないけど。あっさり結構最速ペースで3章終わり。第4章絶望、いつの間にか私はタロットカードを握りしめていた。進藤君たちを突き飛ばした時、玄関に何枚か落ちていたのだ。タロットカードは呪術を行使する力を持つ道具、そして呪術人形は偽物の人形を作り出す道具。彼らは人形で作られ、カードで操られていたのだろう。この学校から抜け出せないこと、全ての出入り口が閉ざされているのは、やはり黒魔術の力によるものであるのは明白だなようだ。それも私の魔術なんて比べ物にならないくらいの強力な魔術によって。あ、黒井さんって魔術そんなにないんだ。敵の狙いはおそらく私たちを生贄とすることに間違いないだろう。しかしその敵は一体どこにいるのか、そしてその目的は。まだ生き残っているはずの誰かなのか、水野くんだよ水野くん、それともどこに潜んでいるの、いる私の知らないものなんだろうか、どこかに潜んでいる私の知らないものなんだろうか。一人で考えていても始まらない。私は階段を駆け上り、みんなのところへ戻ることにした。どんどん、どこのみんなだ、誰もいない、遅かったか。あ、廊下の角に誰かがうずくまっている。進藤君だ。駆け寄って抱き起こす。黒井さん、どうしたの、何かあったの、何があったの。進藤君の顔からすっかり血の気が失せていた。苦しそうに息をしながら進藤君が言う。水野たちが院長をさらってごほ、どういうこと。気がついたら黒井さんがいなくて、しばらくして水野くんがおかしなことを言い始めたんだ。水野たちがおかしなことを言い始めたんだ。なんて言ったの。俺たちはもう我慢できない。真の恐怖が満ちる前に闇を使って復讐してやる。闇を使って、止めようとしたら後ろから殴られて逃げていったのね。大丈夫、私の肩に捕まって。私は進藤くんに肩を貸し、すぐ横の教室に入った。今のところムービーって1回しか出てないよね。あ、2回か。あの、水を含む、トイレかなんかが倒れてく女の子と、あ、それだけか。1回。あいつら変だよ。恐怖でおかしくなっちまってるんだ。そっか、あの、他の死体シーン、死んでるところとかって、前回のあの顔が変わってくの、あれアニメーションだもんね。動画って1回しか出てないか、ゲーム中の。あいつら変だよ。恐怖でおかしくなっちまってるんだ。もう喋らないで大丈夫。私が何とかするわ。私は進藤君をそっと床に座らせた。ここで待ってて。出て行こうとする私の背中に向かって進藤君が叫んだ。気をつけろ。あいつらは黒井さんが全ての原因だと思い込んでる。私は廊下を走りながら考えた。確かに恐怖をかけられた人間は常識から外れた行動をとる。そしてまだ選択肢を選んだ気がしないから、ない、選んでないから、これが、まだ正しい選択をしているかどうかもわからない。倉橋さんらは無事だろうか、そして彼らは一体どこにいるんだろうか。私は、1階から調べることにした。3階から、まあ、1階にしろ、じゃあ A で。でも1階に1回出たんだよ。1階から調べることにした。まず階段から1階を見下ろした。空気が粘り気を帯びているのは気のせいだろうか。1階に降りると人の気配はなく、不気味なほど静まり返っていた。倉橋さん、無事を確認しようと呼んでみたが返事はない。
この階で人が隠れることができそうな場所。それは保健室だけだった。私は息を殺して歩き出した。ドアの前で私は立ち止まった。さっきの私の声を聞いていれば中で誰かが待ち構えているはずだ。ここは慎重に行動しなければ。慎重の漢字がちょっとね難しいからひらがなで書くのに慎重に書きましたみたいな。私はドアをほんの数センチだけ開けて中を覗き込んだ。誰かいる？その気配はある。誰かいる？その気配はある。しかしこの角度からでは誰が何をしているのか確認できない。私は音を立てないように少しずつ少しずつドアを開けた。そしてそっと中に入った。壁際に置かれたキーが一瞬魔女裁判の拷問器具に思えて私はギクッとした。気配はベッドのある方向、部屋の方からん？ベッドのある部屋の方からだった。そこにみんないるのだろうか。でももし水野くんたちがいたらどうすればいいのだろう。私は思った。なんとか説得できないだろうか。多少乱暴でもいつになったら力ずくでなんとか。じゃあ A、 なんとか説得できないと思うけどねそれは甘い考えかもしれない。でもできれば彼らを傷つけたくない。複雑な気持ちのまま私は部屋を出ようとした。何か顔のすぐそばをかすめた。黒井さん、中村さん。ベッドの陰からゆらりと中村さんが立ち上がった。あのね、どうしたの？みんなは。あのね、私、あなたにブサ。あ、やっぱ死んでほしいの。来た来た来た。え？突然中村さんが襲いかかってきた。その手にはメスのようなものが。みんなで決めたのよ、あなたにを闇に捧げるってね。そう言いながらものすごい勢いでメスを振り下ろす。その表情が無表情なだけに確かな殺意を感じる。私はそれでも止めようとした。これ危ない気がするな。落ち着いて中村さん。グフ。肩に激しい痛みが走った。中村さん。痛みをこらえながら私はそれでもまだ止めようとした。ここはもう最後まで貫く。中村さん、やめなさい。私の言葉に一瞬中村さんの動きが止まったと思ったが、死ねえ。あれ、それは私の隙を突く戦法だったのだ。不思議なことに頭に受けた痛みはさほど感じなかった。それより目の前が、ただ目の前がゆっくりと暗くなっていく。ゲームオーバーかな。お前を闇に捧げてやる。すでに人間の声とは思えない中村さんの声が聞こえた。そう、確かに私は闇に溶けようとしている。それは血の暗黒なのか。闇に溶けていく。私は自分の心臓の鼓動が切れていくのが感じられた。私はここで死ぬらしい。見えなくなった視界の中で遠く、とても遠いところで誰かが私を嘲笑っている。水野か倉橋さんか。私は殺された。ゲームオーバー。だからこの時代はまだバッドエンドを記録するっていう概念がなかったから、こう攻略がちょっとね単調になっちゃうんだけど、ここは全部メモしてここにバットこれがあるよっていうのをやるとみんなプレイしやすくなると思うんですよプレイしやすくなるっていうか、なんかね、多分セーブを中間でやるっていう概念がなかったのかな、まだ。まあいいや、タロットカードね。これだい、ちょっと待って、だいぶこれ、ちょっと待って、しばらくこれ、そっか、スキップないんだよな、この時代のゲームだから。あ、違う、これバックログか。ちょっとこれはこのままガーッとしばらく、あのどうせ同じだから、あの選択肢までは一緒だから、進藤君がいるところまでは一緒だから、このまま行って、進藤君が出て、あ、これ1階か3階かのとこだね。あそこまで多分。今回じゃあ3階にしてみようか、次は。
じゃあ3階にしよう。3階から調べることにした。水野くんたちに何が起こったのだろうか。倉橋さんは無事なんだろうか。私は辺りの気配を注意しながら3階に上がった。あれは女子用の上履きが片一方だけ床に落ちてきた。名前は書いていない。私は思った。おそらく倉橋さんのもの。水野くんと行動している誰かのもの。おそらく倉橋さんのもの。おそらく倉橋さんのもの。魔術の兆しに捧げられる生贄の姿が彼女と重なる。指を、耳を、目を、そして急がないと。私は廊下に足を忍ばせて進んだ。音楽室、ピアノの音だ。音楽室。私は音楽室へ向かった。音楽室前までたどり着いたものの、このまま飛び込むのは危険かもしれない。しかしグズグズしてはいられない。せめて何か武器があれば。とりあえず A でしかしグズグズしてはいられない。迷う振り切り、私はドアに手をかけた。そして開けると同時に飛び込んだ。だが中からの攻撃はなかった。光を遮るカーテンが引かれた室内は他の教室よりも闇が深かった。誰もいない。緊張が緩んでくる。さっきのピアノは幻聴？私はピアノの方へ目を移した。暗がりの中でピアノの鍵盤だけがぼんやりと光って見える。あのピアノの音は一体どこから聞こえてきたのだろう。まるで人間の骨を回せるその白さに私は注意を奪われていたのかもしれない。ピアノの傍らの黒い塊に危うく足を取られそうになった。それは吉田さん。今まで吉田さんの存在知らなかったけど、初登場のビジュアルがこれかい奇妙に体をくねらせた吉田さんがロッカーの中に押し込まれていた。そしてその傍らからは血が点々と続いていた。反対側のドアから廊下の方へと私を誘っているかのようだ。たとえ罠であったとしても確かめないわけにはいかない。私は反対側のドアを開けた。血の道しるべは科学室へと続いていた。ほほほほほ、4章クリアですよ1階に行った場合どうなるんだろうね1階でクリアできたのかな4章クリアしちゃったよ。4章クリアしちゃったよ。1階の場合のクリア方法があったらまあいいんですけどね。まあいいや。第5章暗黒の力。今何人倒れた？7人ぐらい残ってたけども、今1人倒れて6人？でも中村さんがどうしてるか分かんないけどね。迂闊に中に入るのは危険だ。どこで？私が扉の前で躊躇していると、躊躇も感じにしないと間抜けだね。黒井美沙、そこにいるのはお前だな。扉の向こうから聞こえていったのは水野くんの声だった。私は意を決して扉を開けた。その途端、異様な匂いが私の鼻をついた。薬品？いや、この匂いは。私は一瞬ためらった。一瞬もちょっとためらったもん。ちょっとな、薬品も間抜けかな。トタンもかな。まあ、なんか気になるな。鼻もねどうした黒いミサ。暗がりの中ぼんやりと水野くんの姿が浮かんだ。水野くんの足元に死体が。それは木村くん。中村さん、中村さん1階で保健室で待ってたんじゃないの。水野くんはゆっくりと右手を持ち上げた。その手には何かが握られている。ライター。ということはこの匂いはもしかするとガス。悪霊の報いだ。この地獄の炎がお前を、いや全てを焼き払ってくれる。いやお前も焼けるぞ水野くんが叫んだ。私はとっさに水野くんに飛びかかった。やめなさい。
しかし水野くんはライターをひねった。それは一瞬の出来事だった。ものすごい爆風と炎で吹っ飛ばされた私は壁に叩きつけられた。ゲームオーバー。私は身動きで一つできず、いや、すでにその時私の体は失われていたのかもしれない。最後に浮かんだのは水野くんがライターをひねった時の悪魔のような微笑みだった。てか水野くんはどうしたのよ。私は自分の心臓の鼓動が切れていくのが感じられた。私はここで死ぬらしい。見えなくなった視界の中で遠く、とても遠いところで誰かが私を嘲笑っている。いや、水野くん生きてんのこれ。私は殺された。ゲームオーバー。もう一回。参ったな。あとは倉橋さんか。でもあそこ選択肢なかったよね。だからもう外に出るしかないのかな今のところ。私はとっさに外に出ようとした。てかこれしかもうないもんね。これでゲームオーバーだったらもうどうしようって感じ。とっさに外に出ようとした。逃がさないぞ黒いミサ。私の背後で水戸くんが叫ぶ。私が廊下に出ると、爆風が化学室の窓を突き破った。水戸くんがライターを点火したのだ。水戸くん、倉橋さん。私は全身に激しい痛みを感じながら近づこうとしたが、舞い上がった煙と埃が邪魔をした。水野くん、彼もまた闇の恐怖に負け夜の住人となり果てた。私は彼がこの魔術の中心にいるものだと思っていた。大丈夫、クラースさんがいるさ。まだオカルトマニアが偶然呼び出してしまった悪魔に支配され殺人を繰り返すなんていうことはよくあることだ。ただその場合は召喚した者が死ねば全てが終わる。この悪夢もそれでこれで最後だろう。私は疲れ切った体を無理やり起き上がらせ教室へと向かった。遅かったのね黒井さん。誰かがよろめきながら教室に入った私に声をかけた。私は教室をぐるりと見回し、そしてその声の主を探した。それは倉橋さん。倉橋さんいない、いない、倉橋さんいない。あ、よしよし出てきた、よし出てきた、よし出てきた。ここまで来てやっとね、初めて。いや普通さ、ここで使うぐらいだったら1個や2個こうバストアップの絵あってもいいよね。霞む視界の中で倉橋さんとその側そばに立つ進藤くんの姿があった。だってここまで倉橋さん誰だったかね、映画とか映像とか取説ちゃんと見てない人知らないじゃん。霞む視界の中で倉橋さんとそのそばに立つ進藤くんの姿があった。進藤くん。しかし進藤くんは無表情のままじっと立ったままだ。すると倉橋さんが冷たく言い放った。無駄よ黒いミサ、そのものはすでに闇の虜になっているわ。まさか。しかし進藤くんは不気味な笑みを浮かべゆっくりと近づいてきた。その背後では倉橋さんが笑っている。殺し合うといい、そして私を憎しみなさい。その憎しみが私にさらなる力を与えてくれるのよ。倉橋さんだったのだ。すべての邪悪な力の根源は。どうして倉橋さん、なんであなたがこんなことをしたの。その前にどうしてあなたがこんなことをできるの。私の問いに対して倉橋さんは私をニヤッと一瞥したと言った。うふふ、まだ気がつかないの。おバカさんね、黒魔術師の黒いミサさん、黒いミサさん、私の正体を知っている、知って、私の正体を知っている。なぜ倉橋さんがそれを。うふふ、なんで私があなたの正体を知ってるって顔してるわね。教えてあげるわミサ。
簡単なことよ。あなたの正体を知ったんじゃなくて、知ってるから来たのよ。この学校にね。私の正体を知ってるから来た？クラスさん、あなたも転校生だったの？だってクラスの委員長でしょ？転校してきたばかりなんて聞いてないわ。あはははははは。クラスさんの笑い声が教室に響く。とんでもないおバカさんね、あなたって。それともあなたなりのジョークなの？さらに笑い声が響き渡る。そんなの学校中の人間に魔術で嘘の記憶を与えたのに決まってるじゃない。そんなことで魔術の原則、そんなことは魔術の原則でしょ？知らねえよ知らねえよ魔術の原則？クラスさん、あなたは一体何者なの？教えてあげるわ。低級魔術師黒井美沙。私は黒魔術師倉橋瑞希。あなたの知らない闇の世界を束ねるものよ。そして闇の世界を作り上げるため、いえ、私だけの世界を作り上げるために大魔王を召喚するのよ。とここ菅野さんの声で聞きたいよねこの学校はそのための生贄の場というよりは、よりか生贄を行うための私のおもちゃ箱って感じかしらね。黒石さん、あなただって知ってるでしょ。大魔王を招くためにはいろいろ大変なのよ。だからね、生贄の最後にはあなたの黒い魔の黒い魔の血が必要なのよ。水野は結構面白い子だったわね。あなたがあれで死んでくれればよかったのに、残念ね。私は呆然としながら倉橋さんの話を聞いていた。そういえば倉橋さんのムービーも初めてだったけど、そもそもの黒井美沙のムービーとかって出てないよね。あの指導じゃないや、あのゲーム前のムービーは見たけど、私は呆然としながら倉橋さんの話を聞いていた。結界を作って私の術を封じ、恐怖と絶望をみんなに与えながら、次々と残忍な手口で殺していき、その怒りと恐怖を自らの力として蓄えていく。許せない、倉橋さん。何とでも言うがいい。そして倉橋さんは呪文を唱え始めた。闇に集いし者よ、光に逆らいし者よ。ムービーか？ムービーか？よし。これが初登場かな。この辺は全部映画のムービー、映画で使われてる映像なんだろうな。でも声は使ってないのか。なんということだ。彼女はルシファーを復活させようとしている。私は思った。まずは呪文を止めなければ。しかしその瞬間、進藤君が襲いかかってきた。あ、やられてしまう。ゲームオーバーだこれ。でここまで早送りしないといけない前のめりに倒れた私は冷ややかな目で見下ろす進藤君。倉橋さんは呪文を続ける。何時の目を我が目に、何時の手を我が手に。天を揺るがすような地ひなりが響いてくる。私は思った。急がないとルシファーが復活してしまう。急がないとルシファーが復活してしまう。進藤君にまたやられてしまうかもしれない。進藤君を承知に戻す時間はない。私は進藤君を突き飛ばし、とっさにタロットカードを取り出した。力のカードを掲げた。力のカードを掲げた。私はカードを倉橋さんにかざして叫んだ。我こそがふさわしき者、真の声を聞け。一瞬倉橋さんが何かに弾かれたようにおろめいた。カードの力が効いているのか。無駄なことを、手負いのお前には私を倒す力などすでに残っていない。倉橋さんが目くらしげに叫ぶ。私は力のカードを掲げた。うっ、倉橋さんの顔色が変わった。バカな、ミサの呼びかけに答えているの？教室に風が巻き起こった。そしてその風は渦を巻き始めた。この風は、確かにこの風は、確かこの風はルシファーの吐息。知らねえよ出現の前触れだ。まずい、彼女を止めないと。黒魔術なら私の方が上のはずだ。私は
力のカードを掲げた。あ、鋭い痛みが私の指先に走り、カードがと弾き飛ばされた。ふふ、見なさい、ルシファーの怒りに触れたのよ。体全体がしびれて力が入らない。そして倉橋さんは勝ち誇ったように再び呪文を唱え始めた。血と肉と魂よ、汚れを持って集え。ふふ、黒いミサ、お前にはもっと最もふさわしい死を与えよう。風はさらに強くなり、その渦の中心は倉橋さんへと近づいていった。ぐ、風がカミソリの刃のように私の体を切り裂く。頭、じゃあ足、顔、背中、痛みはない。しかし切り裂かれた部分はパックリと割れ、そこからは血がドロドロと流れ始めた。自分の力を過信しすぎた。そう思った時はもう遅かった。かまいたちと化した風が私の体を、いや、それまで確かにあった意識をぶっつりと切ってしまった。ぶっつりか、何かが切れた。これが死というものなのか。私は闇の中へと落ちていった。次は進藤君をこう正気に戻す方に必死にやってみようか。私は自分の心臓の鼓動が切れていくのが感じられた。同じだな、私はここで死ぬらしい。見えなくなった視界の中で、遠く、とても遠いところで誰かが私を嘲笑っている。クラッシュ、私は殺された。ゲームオーバーつうわけで次、はい、もう一回いきましょう。時間が、よし、時間が、まだまだ時間が、頑張らなくては。これはバーッと飛ばしてって、っていうかこれまた水のまた生き返るの巻き。早送りする方ないんだよな。これもうわーっと連打するしかないな。ふぅ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。だからスーハミの時のセーブの考えだと、かまいたちみたいにその場でどんどんセーブしてたけど、プレステのセーブってこうプレイヤーがこうセーブってやるタイミングだから、この瞬間瞬間のセーブがないから、こう一生単位のセーブになってるっていうことじゃないですか。でさらに、そっか、なんだかんだ言って今のところ、そっか、さっきのも含めて菅野さん、この状態とはこの後のやつ両方菅野さんだから、まだね、まだ黒いミサさんの映像っていうのはあのデモの時のやつしかないんだな。すごいな、やっぱ。でもムービーそんな使えなかったんだろうな、やっぱり容量的に。そんな容量使ってるように見えないんだけどな、このゲーム。やべ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 、ここはもうどん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 行かないと。今日ここで何回もゲームオーバーになる予定でいるんだから。だってあの途中のあのタロットのカードの選択肢全然わかんねえもん。まだかよ、帰属スキップができないのが辛いよね、セーブしてないから。てか既読スイッチの機能がないか。でもムービーは見ちゃう。今坂井雅人さんを呼んでます。あ、危ない危ない、進藤くんを正気に戻さないと。こっちをやって、もし今回は全部進藤くん推し、なんとか進藤くんを正気に戻さないと。操られ
闇の、悪魔の手下になとなった神道君を正気に戻さないと戦いに集中できない。私は女王のカードを掲げた。女王のカードを掲げた。うっぐっ。神道君の動きが鈍くなった。しかし倉橋さんが神道君に向かって呪文を唱えた。ぐっが、すると神道君が再び邪悪な力を取り戻した。真の闇に司るルチワの前ではお前の魔術など無力に等しいのだ。うがか。再び神道君が近づいてきた。私は必死でカードを掲げたが、カードは熱くなり持っていられないほどの熱を発し始めた。私は女王のカードを捨て鳳凰のカードを掲げた。雷鳴が轟き、その光が倉橋さんを照らした。ギャー、叫び声を上げて倉橋さんが顔を覆った。神道君を操るのに集中してきた倉橋さんの一瞬の隙を突くのに成功したのだ。神道君が夢から覚めたように呆然と立ちすくんでいる。その神道君を捕らえようと倉橋さんが飛びかかった。逃げて神道君。私の声を受けて神道君が倉橋さんをかわした。彼女の力を封じるには今しかない。私はかあ、どっちだこれ。正義のカードを掲げた。審判のような気がするけど、頭の中心を電流が流れたような衝撃が走った。この場所にいる全てのものに浄化の力が作用しているのだ。うまくいけば彼女の邪心を消し去ることができるかもしれない。しかしこれは、私が凄まじい霊気を感じた瞬間、その霊気は彼女へと集まり始めた。うっ、飛び交う霊気が見えない刃物となって私の皮膚を切り裂く。あ、やばい、これバッドエンドパターンじゃん。刃物と化した霊気は神道君も襲い始めた。このままでは神道君も危ない、私は思った。でも彼女を倒すチャンスは今しかない。私はカードを掲げ続けた。その相手にも無数の鋭い痛みが私の体を走る。ルシファーよ、我に力を。クラスターの最後の凄まじい絶叫が響き渡る。あ、カードが弾き飛ばされた。彼女の執念がカードの力を上回り、魔王が、大魔王ルシファーがついに復活してしまった。白い竜巻が彼女に集まっていく。これがルシファーの力か。ミサわかるか。ルシファーの力が私に集まってくるぞ。私の体の中に集まってくるぞ。素晴らしい。これがルシファーの力なのか。私は竜巻の中心で真っ白く輝き続ける倉橋さんを呆然と見続けた。素晴らしいぞルシファーよ。これを菅野美穂さんが喋ってると思ってください。ということで、ムービーか。おお、菅野さん大活躍だな。菅野さん大活躍だな。おおおお、映画見てないから分かんないけど、映画も多分こういうシーンで朽ちる感じなのかな。ルシファーよ、闇の使者よ、我が力を何時のもとへ。しかし地鳴りが響き渡り、彼女の声を聞き取ることができなくなった。ギャー、これまあグッドエンドかな。そう彼女が叫んだ瞬間、彼女の体はバラバラに砕け、それは真っ黒な塊になると今度は闇に吸い込まれるように消えていった。倉橋さん
私はもういないクラスさんに向かって話した。クラスさん、あなたは一つだけ大きな間違いを犯していたわ。あなただっていくら魔力が高かろうと普通の人間に変わりはないのよ。そんな私たちがルシファーの凄まじい魔力なんかを自分の体に取り込んだりなんかしたら。彼女の邪心は彼女の体と分離できないほどに強く深く結びついていた。だから一緒に消滅してしまったのだ。黒井さん、よろよろと立ち上がった進藤君が私をいたわるように声をかけてくれた。私、倉橋さんの邪心を分離するつもりだったのに、こんな。気にするなよ、黒井さんのせいじゃない。結構ライトな感じだな。その時だ。建物自体がぐらぐらと揺れ始めた。地震？いや、そうじゃない。この奇妙な感覚は一体。とにかく外に出よう。進藤君が私の腕を引っ張って廊下へと出た。地震じゃないみたいだぞ。進藤君もそう思ったらしい。私たちは息を殺して周囲を伺った。あれは、彼が言う方向を見ると、そこには深い穴のような暗黒の空間があった。なんだあの穴は。この時かすかな風が吹いてきた。いや、風じゃない。あの穴が周囲の空間を飲み込んでいるんだわ。ここからバッドエンドになったら、ちょっと、辛いから、このまま終わってくれ。どういうことだ。中途半端な呪文のせいで、ルシファーの残留思念が暴走しているのよ。やばいぜ、なんとかしないと。私は思った。ああ、まだ選択肢あんのかよ、こんなとこで。あの空間を封じないと、とにかく急いでここを離れないと。この空間を封じないとダメだろう。逃げても。私は残りのカードを出した。どうするつもりなんだ。もう一つの暗黒をぶつけて相殺するのよ。私は星、月、太陽、世界の4枚ので結界を作り、その中心に立って呪文を唱えた。サラエルの子らよ、消え去る者たちよ、ナンジランと共に我を救え。そして進藤君に言った。絶対にこの結界から出てはダメよ、たとえ何があっても。何があって？この方法が必ず成功するとは限らないの。ルシファーの力は未知数だし、サラエルも本当はもっと高度な結界が必要なの。私の言葉が終わらないうちに、さらに大きな地鳴りが響いてきた。来たわ。突如凄まじい霊気がこの空間を包んだ。私でさえ接したことのないような邪悪な力を感じ、これがルシファーの闇の力なのか。私は何かの力に引っ張られる。ルシファーが私を吸い込み、その邪悪な心と同化させようとしているのだ。私は進藤君の体を支えながら耐え、その私の体をまた霊気が切り裂いていく。私の赤い鮮血が闇の力に吸い込まれていく。私は必死で呪文を唱える。サラエルの子らよ、消え去る者たちよ、ナンジラと共に我を救え。しかしその力は一向に衰える気配がない。ダメだ、ごめんね進藤君。突如閃光が走ったかと思うと、空間が真っ白になった。サラエルが来てくれたのだ。それは闇と光の戦いだった。 テキストだと、まあいいや。空間が黒と白でねじれていく。やがてルシファーの絶唱があたりに響いた。空間の歪みが小さくなっていく。サラなんとかが勝ったのか？わからない。もう少し待って。消えた。助かったのか？確かにどこにも霊気は感じられなかった。神族はもう結界の外に出ようとしている。待って、私が先に出てみる。大丈夫だ、俺が出てみるよ。ダメよ、もしこれがルシファーの罠だったら、その瞬間に邪悪な力に切り裂かれて闇に葬り去られるわ。だからって君を先に行かせるなんて。もし私がやられても、あなたには生きていてほしいの。黒井さん、お願い、私の言うことを聞いて。もう、ラブラブですね。私は進藤君を見つめ、進藤君はこくりとうなずいた。私はぐいと拳を握りしめながら、ゆっくりと結界から外へと踏み出した。一歩、そしてまた一歩。何も起こらなかった。学校の中は何もなかったかのように、不気味なほど静まり返っているのだけだ。
うまくいったんだわ。自分でも信じられない。黒井さん、進藤君。進藤君も私を見つめながら結界から踏み出した。やはり何も起こらない。俺たち助かったんだな。私はうなずいた。やった、やったぞ。私たちは邪悪な力に打ち勝ったのだ。ということで、これでこの後選択肢があってもつらいぞ。ここでバッドエンドになってもつらいぞ。やっとキミカさんのムービーが 初めてだよね。これだからご褒美なのかな。でも僕の中で菅野さんの一連のシーンの方がよっぽどご褒美だったけどね。で、映像は使ってるけどボイスは使ってないのか、もともと映像でもあそこにボイスがなかったのか、ちょっとそこは気になるよね。ああ、やっぱこれでグッドエンドなんだよね、多分ね。グッドっていうか、多分エンド、ゲームオーバー以外のエンドってこれだけなんじゃない？あるのかな？正直なんだ、タロットを使うシーンで、他のタロット使った場合に、もうここにたどり着けるかどうかっていうのはちょっとわかんないよね。まあ、ともかく、出演者、まあ一応ね、まあ、菅野さん3シーン、吉野さん1シーンって感じかな、映像は。オリジナルキャストって、この3人だけオリジナルキャストみたいないい書き方してるけど、他の人も出てたよね。多分ね、選択肢によって他のとこでもムービーが使われてるはずなんだよ。いくつか、多分。ムービーだって、トイレで女、水に溺れた女の人が倒れるシーンぐらいしかなかったもんね。それ以外だと、ムービー。すごいな、こう、映像のない、ひたすら文字だけのエンディングっていうの、これ渋いね。だから今時だとなんかこれを見て、本当はこう映像が流れるエンディングがあるんじゃねえのって思う。あ、ほらキャスト出てるでしょ。進藤君と水野君と、あとこの池野君と木村君の役者が。でも中村さんと渡辺さんだけど、この丸山さんと片岡さんっていうのは役なしかなんか、まあ、トリセツも同じような書き方してあるんで、役名がないってことないと思うんだけど、どういうことなんでしょうね。映画のシーンをどう、映画っていうかビデオか分かんないけど、どう切り取ったって、で追加で何を撮ったかってところは気になるけど、結構でも写真じゃなくて絵も使ってるからね、なんだかんだ言って。撮影、でもあれ多分映画の映像まんま使ってると思うんだけどな。まあとりあえずね、どうにか どうにかこうにかエンディングまで来れたのは、まあ良かったという感じですかね。だからこのオリジナルイラストってやつか。だから、死体がこうタロットやった時にガーって変わっていくやつとか、なんかこう、なんか臓器かなんかを手に握ってるやつとか、ああいうイラストだよね。あれこそ本当は写真の気がするんだけどね。ダメか。いやー、でもこれで、あと吉野さんの出演作っていうと、サタンでパズルゲームがあるんだよね。あれもいつかやんなきゃいけないかと思うんだけど、てかやったことはあるんだけど、あれをもしやるとしたら、ちょっとね、
YouTube 的にね、水着映像が結構出てた気がするんで、そこがちょっとね、心配なんですよね。ジエンド。よし。よし。よしよし。これボタンを押したらタイトルに戻んのかな。とりあえずいろいろボタンを押してます。じゃあスタートボタンを押します。あれ？セレクトもスタートもダメだ。あ、何も聞かない。何も聞かない。あれ、何も聞かない。マジで、あ、あった、あった。聞いた、聞いた。で、タイトル画面だよね、多分。セーブ画面じゃないよね。本当はセーブ画面がいいんだけど、多分そういうギミックはな、あれ？消えてまんま戻ってこないぞ。え？どうなってる？あれ？戻ってこないよ。画面が戻ってこないよ。え？ちょっと待って え？これどういうこと？あれ？画面が戻ってこない。これ終わったんだよね。終わったないんだけど、普通タイトル戻らない？え？どうなってる？どうなってる？え？マジで何？これどうすればいいの？いや、もう終わりだよね、これね。いや、もうコントローラーが、まあ、ちょっと落ちました。いや、真っ暗だよ。という感じでね、なんか、黒井さんの視点で遊ぶ、まあ、テキストアドベンチャー、まあ、ちょっとサウンド若干ありノベルって感じなんだけど、ゲームをジエンドになった後黒くなってこのまま消える不気味さをちょっと漂わせながら、しかも映像的にはなんだかんだ言って菅野さんの不気味なシーンの方が多くて、吉野さんほとんどなかったね、映像がね。というような、芸能人ゲームって感じですかね。芸能人ゲームって感じですけども。まあ、とりあえずクリアできたんでね。また次のゲーム、違うゲームに挑戦しようと思いますのでね。このゲームやった方がいいよっていうのがあったら、ぜひコメントいただければと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。